どうも、お疲れ様です。深夜に怪しい雰囲気がしますね。私も照明をつけずに放送をお届けしようと思います。今回は、あのバブル崩壊は何だったのかということでね、テーマになっている特会っていうネットフリックスの ドラマを紹介したいいと思います今私第1部を見てるとこなんですよ。これ第何話なのかちょっとわかりませんけど、またね、5話とか6話で終わるんだと思いますけども、その第1話をなんとなくクリックして見ているんですけども、結構これが面白いということになります。じゃあどんなドラマかと言いますとね、大体バブル時代、1985年からバブル崩壊の、そうですね、1992年、3年あたりを、 まあピークにですねその後のマーケットについてドラマ化したものでありその裏で暗躍する政治家の行ったり来たりをこうまとめたものだと思います今ご覧いただいているのが政治家が料亭で何かね悪巧みしてるところですよねでこのシーンのちょっと前なんですけども小さな誠実な町工場が不動産業者とね銀行と協議して自宅を担保にお金を借りてその自宅を建て替えませんかって話を してるんですよね自宅を建て替えてどうなるかっていうと4階建てのビルにしてでその自宅のご主人奥さん家族は4階に住み1階2階3階部分を貸しビルにしたら儲かるんじゃないかなっていう提案だったんですよこれ当時としてはまあ当然そんな話もあったかなと思うんですけどもやっぱりリスクがはらまれてるわけですよねどういうリスクかっていうとまずねビルを建てる費用っていうのがまあ 1> 1億円ぐらいするわけですよでも土地の評価額は8000万ぐらいなんですよね通常8000万の土地の評価額に対して融資ができる限度って7割ぐらいと言われてるんですよだから出しても6000万なんですよ要するに土地の価格っていうのは下がることもありえるわけですよね下がった時に担保割れしないように多少下がっても担保の抑えが効くように 8000万の土地に対して6000万貸していたら、8000万がいきなり6000万割るってことはないから、その間に手当てができるっていうことなんですけども、この時代のバブル時代のお金の貸し方っていうのは、この8000万の土地に対して1億とかね、2億とか貸しちゃってるんですよ。それはすぐにその土地の値段は値上がりするだろうっていう見込みを持ってなんですよね。で こういった見込みが都市部を中心に起きてしまったんで、過剰融資ってのがあちこちで起きてました。もちろんそのまんま値上がりを続けてくれればよかったんですけども、これが土地神話ですよね。やっぱり上がったものって下がるわけですよ。で、下がる時がやってくるわけなんですよね。しかもね、今紐解いてみると悪質なのは、この土地の価格が下がって融資額を引き上げるっていうのは、これ政策の決定なんですよね。 つまり、市場、マーケットに何の歌手もないのに、政治の力によって無理やりそれを下げてしまったんですよ。だから、全ての融資は過剰融資という評価に至り、そこからですね、倒産する企業や貸し上がしに合う、そんな個人がたくさん生まれたわけなんですよ。その辺をね、ドラマ化してるっていうところで、私はもう非常に、まあこう言ったらあれですけども、楽しみにしてるんですよね。いや、でもね、 政治政府ってのはこういった民間をとりあえず豊かにしないためのことを一生懸命やるんですよねでその網目を縫って豊かになった人からはお金を受け取ってそういったところに有利な政策を働かせるということで貧困を人工的に作り出す仕組みなんですよしまいにはね消費税なんてどうでもいいものを作り出して全ての消費を抑えに回ったわけなんですよまるでねこの国を滅ぼそうとするしか思えないですね はい。じゃあ続きを見ていこうと思いますんで、今回はこの辺で、特回ネットフリックスでございました。お疲れ様です。